はい、タイヤバームクーヘンです、ただいまですね、神奈川県の、大和市にありますですね、オリンピック相模大塚店に来ております。ここはですね、元マイカルの、相模大塚サティ食品館があったところです。で、近くにもですね、松本清と稲毛屋とか点在しているので、ちょっとぐるっとこう回りたいと思います。じゃあ今からですね、ちょっとぐるっと周りを回りたいと思います。ちょっと今からですね、ぐるっと一周します。相模大塚駅は徒歩3分で行けるところですね。で、ちょっとぐるっと一周をして、皆さんにお見せしたいと思います。相模大塚ですね。相模大野っていうのは聞いたことありますけどね。で、こっち曲がります。バーミヤンですね。バーミヤン、オリンピックがここにありますね。オリンピック。ここは旧マイカル食品館だったところですね。ちょっとこれ中入りますか。旧マイカルサティ食品館、旧マイカルサティ、相模大塚食品館があったところですね。居抜きでやったのか、居抜きじゃないですね、これもう撤退してますね。オリンピック、で、こっち松清がありますね。こっち側ですね。で、目の前は、稲毛屋がありますけども、どっちだったんだろうな、稲毛屋の方なのかな、それともオリンピックの方なの、どっちなんだろう、それ分かんないんだよな。ちょっと稲毛屋の方なのかオリンピックの方なのか、多分稲毛屋の方だと思うんだよな。ちょっと稲毛屋の方ちょっと回るよ。多分ここのサティ食品館、ここはですね、まさにサティ食品館、相模大塚サティ食品館があったところですよね。ATM って書いてあるぐらいだからね、やっぱりそうだな。なんだ、計算警察がマジめんどくせえな。あ、行きましたね。稲毛屋。老舗が結構あるんですよね。
これ松木用がありますね。投げや。ひなぎ屋がありまして、ダイソー、マクドナルド、駐車場250台って書いてありますね。はい、はい、では旧マイカルですね、相模大塚店、大塚食品館がありました、前からお送りしました。多分おそらくこの稲毛屋の方だと思います。はい、ありがとうございました。